なんか資格取るの何がいいって言うので、募金給とかやったりするんですけど、別に就職しないで生活保護で暮らしていきますとかであれば全然いいと思うんですけど、社会でこう活動しようとすると、会社がいかに儲かるかっていうのが結構大事だったりするんですよ。要は会社が儲からなかったら給料も出ないので、で、会社ってどうやって儲けるのっていうので、割とその会計の知識って結構大事だったりするんですよね。あの、投資と費用の違いとかっていうのを結構分かってない人って多くて、 金持ち父さん貧乏父さんって話もあると思うんですけど、すげえかっこいい車を3000万円で買いました。なんか超かっこいいフェラーリ3000万円と3000万円のマンションってお金を払うという点では同じなんですよ。でもマンションの場合って 他人に貸すと金が湧くんですよ。なんか、家賃収入とかで毎月もらえるじゃないですか。でも、フェラーリって残念ながら置いといても、あの、管理コストがかかったりとか、じゃあ別にフェラーリ貸せようって言っても、別になんか、まあ一回貸してせいぜい数万円たまにもらえるかどうかで、まあ基本的にはどんどん価値は下がっていくるんですよね。っていうのがあって、投資なのか費用なのかっていうのは結構重要な概念なんですけど、そこを割とちゃんと考えてない人っていうのが多くて、で、あの、簿器の概念とかあったりすると、これは投資だよね、これは費用だよね、だったりするので、会社の中でも費用に ななるる形形ででのを買おうとかその投資になる形でう中小企業で働いている場合は、費用でやった方がいいんだけど、上場企業の子会社とかで働いている場合は、研究開発にした方がいいよね、みたいなのが、瞬時に判断できるかどうかっていうのが、その武器の知識があるかどうかでするので、なので、そういうのは割と分かってた方が、就職はしやすいんじゃないかなと思います。